乃木恋5周年チャンネル、乃木恋5周年チャンネル、イエーイ。皆さんこんにちは、乃木坂464期生の井吹奈緒です。黒見遥です。佐藤理香です。林瑠奈です。松尾美優です。さあ、乃木坂46と本気で恋するスマホゲーム、うん、乃木恋の5周年を記念してお届けしている乃木恋5周年チャンネル、早くも第3回目がやってまいりました。皆さんあれからどうですか、乃木恋やってますか。やってましたね。やってます。どうですか、じゃあ理香ちゃん。そうですね、もう衣食住を共にしていますね。あんた彼氏なるべく、うん、ずっと衣食住を共にしている、はい、あ、乃木恋と乃木恋と必死でアンダー彼氏になろうとしてました。いや素晴らしいですよね、うん、じゃあクラミちゃんどうですか。そうですね、いろんなカードを獲得しすぎて、うん、レッスンが大変ですね、うん、そうなんですよ。今クラミちゃんがいいことを言ってくれました、うん、ね、メンバーのカードって言ったんですけど、うんうん、そう、乃木恋の楽しみの一つがそうなんです、ガチャなんですけど、うんうん、じゃーん、おこちらの乃木恋の公式ブックにも載っているんですが、うん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 、見てください、ガチャを引くと、うん、見てください、かわいい、こんなにかわいい、かわいい、メンバーのカードがねちょっと持ってください、引けちゃうんですよ。クロミちゃんが早速公式ブックを独り占めしておりますが、うんうん、どうですか。そうですね、いろんな、もちろんこの5人のもあるんですけど、うん、ほら、新入生のも、うわうわすごい、本当に私いる、あ、なんだ、あんたいますね、痛い痛い、目が見えなかった。他のメンバーさんのカードももちろんありますし、うん、あとはゲームの機能についても説明してますし、あとはありがたい、リアルイベントについても、ね、説明して、すごい気になるね、一冊で全部わかるんですね。そうなんです、一冊あればもう乗り越えをね攻略できると思います、私は。いいねいいね、クロミプロイベントもありますね。他にもどんなカードが出るか見たいという方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、今回は特別に、うん、お、なんだ、ガチャ回し放題という夢の端末を用意していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、最高だね。いいですね。こちらが夢の端末でございます。お、すごい、シャッフルガチャ。じゃあ、ね、うん、誰から回していきますか。回したいよ、みんな回したいけどね。私から行きましょう。え、本当に、なおから行きましょう。優しいな、これは。ありがとう。じゃあ私から回していきたいと思います。うん、じゃあ早速、うんうん、いきます。行きます。うん、10回行っちゃうよ。ドキドキする。お、あ、行きますよ。あれは、うん、あ、どうだろう、星、星どうだ、星の来るかな、レインボー来たよ、ヨナさん、ヨナさん、まだ9人いるから、ね、いや、これは可能性、あ、やったヨナさん、お、お、よかったね、ま、え、右下誰、クボシミさん、クボさんだ、めちゃめちゃ美しい、よかったね、ミリアさんも、え、なこさんも可愛い。え、すごい。二人星だな。おお、すごい。なかなか引き運が強いんじゃないですか、ね、めちゃくちゃいいね。運が強い。うん、じゃあ私より運が強い人はいるんでしょうか。誰かやりたい人いますか。そう言われると、ね。年功序列でいきましょう。やだ、なにさ。じゃあまずクロミちゃんから。どう、じゃあ私は乃木猫ちゃんの、うん、第1弾をね。1弾。お。私はね、乃木猫ちゃんの第1弾引いて黒見遥の星5が出てしまったんですけど、え、すごい、そうなんだ、黒見遥ね、すごいね、そう、出てしまったんですけど、ね、え、星7がいないのでちょっと、あ、私もなかった、10連単行きたいと思います。ちょっと美しい、行きますよ。めっちゃ可愛いよね、これ乃木猫ちゃん、頑張った、頑張って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 、いいよ、あ、おぉ、佐藤理香、今理香ちゃん出したからいいか、うん、あ、すごい、来た、かわいい、かわいい、嬉しい、来ました、またね、星7出せなかったんですね、いやね、星7の運がないんですかね。そうね、なんかさっきからみんなね、星って言ってますけど、この星が多いほどレアなカードということになります、う
はい、うん、はい、ありがとうございます。いやー、推しだな。すいません。ちなみにくろみちゃんは今まで引いたカードの中で一番お気に入りのカードとかある？そうですね、2枚あるんですけど。おっ、うん、1枚目が恋の鐘が響くっていう斎藤飛鳥さんの星7のカードがありまして、初めのね、はい、そのカードがすごく好きなのと、もう1枚は実は昨日の夜出したんですけど、おめちゃめちゃ最新カッキーの新しい恋の風が吹くっていう、さっき見せてくれた、おそうなんだ、そうっていうカードがあって、それを昨日の夜ガチャで出しまして、うん、それはでも星なら確定のガチャではなかったので、すごい嬉しかったですね。あ、そこで、うん、ね、もう、うん、運を使い切ってしまったみたいです、ね、残念。じゃあ次はリカちゃんに託しましょう、はい、じゃあ麦猫のちゃん第2弾してみます。お願いします。またこのチケットのガチャが引けるから、そうそう、そう、そうなんだよ。最高。どうしよう、私なら出るの？おかしいな。いやー、リカちゃんもなかなか引きよかったね。めちゃめちゃね、プレッシャーで、ね、いいですよ。いや、まあでもまあここまで運で生きてきてますから、運の女ですから。そんな運良くないよね。いや、これはもう期待しかない。第3弾お願いします。第3弾お願いします。第3弾。おドキドキのなんかこの人に見られながらやるってドキドキじゃないですか、めちゃめちゃ。待って待って、ミリアさん、ごめんなさい、ミリアちゃんの推しメンのミリアさん、すいません。ごめんなさい、めっちゃ可愛い。すごい続々とみんなの推しメンを持っていって、あとで届くよ。本当に運が強いんだね。そうなんです、すいません。ミリアちゃん可愛い。ボンジュール、ボンジュール。有言実行ですね、やっぱね。なんで？なんで7枚も、ちょっとみんな、ごめんなさい、本当にすみません。あー、みーちゃん、そう見えた。すいません、すごくない？すごいリカちゃん出るね。すいません、ちょっと。え、すごくない？すごくない？みーちゃん、運ある方？え、あのね、すごい運強いの。お、だってね、あの、なんていうんだっけ、あれ、おみくじもね、あの、財産と地位を思いのままに手に入れられるって書いてあったから、運じゃないよ、運命で。いいね、いいね。だから運強い方だと思うね。お願いします。お、出たじゃん。いらない、出たよ。お、ありがとう。すごいね、すごいね。おかしいでしょ、めっちゃ出るじゃん。在庫がすごいよね。在庫ってやつ、すごい勢いで来るじゃん。全員出してないだって。ね、あ、かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃ欲しい。ね、え、羨ましいな。お、おー、星5いてない。最高。でもね、7出なくてもこんな可愛いメンバーの写真が見れるんだからね。超幸せ。なんか出た気持ちになるよね。うん、なんかめっちゃ幸せです。気持ちに。ということで、皆さんにも推しのレアカードをゲットしていただくために頑張っていただきたいのですが、うん、はい、なんとこの5周年を記念しまして、うん、記念しまして、星7個のレアカード大放出、ユーザーレベルを上げやすくなるという大キャンペーンを実施予定です。おー、ありがたいですね。皆さん、このチャンスにぜひ乃木恋を始めてみてください。はい、お願いします。お願いします。そして私たち5人のカードもあるので、うん、ぜひ皆さんにもゲットしていただきたいのですが、うんうん、ここで今回のスペシャル企画を発表します。おなんだなんだ、何ですか。なんと、なんと5周年スペシャルカードを撮影して皆さんにプレゼントしちゃおうのコーナー。おー、今からこちらのカメラでお互いに撮影をしまして、ここで撮った写真を
このままカードにしちゃって乃木恋をやってくださった皆さんにプレゼントしちゃおうという企画となっております。すごい、なかなかでも撮ってるレアだよ。出るってことないですからね。今までさ、今までとか言っちゃった今までさ、自撮りとかはあったけど、確かに誰かに撮ってもらうっていうのはプロの方しかないけど、しかも実際にそのカードができる光景を見れるわけですから。そうだよね。なんかさ、ブログとかでさ、みんながさ撮ってお互いに撮り合ったりしてるじゃん、うん、めっちゃいいじゃん、すごい可愛いなって思うのが、そのままカードになっちゃうと思う。すごくレアな企画となっております。なんかね、いろんなアイテムとかもあるみたいなので、そうだよ、ね、みんなで楽しくファンの人をキュンキュンさせちゃうような写真撮っていきましょう。アイテム、なるほど。じゃあまずはクロミちゃんからいきますか。あ、はい、ます、います。じゃあリカちゃんがね、可愛く撮ってください。お願いします。最初はじゃあ5周年バルーンで。お、いいね、いいね映えるね、はい、映えるとか言っちゃって、はい、かわいい。お、かわいい、うまいね、やっぱりリカちゃん。あ、目がキラキラしてる。いいね、かわいい、かわいい、かわいい。サングラスしてほしい、うん、いいね、サングラスしてほしい。サングラス頭にかける。で、頭にのっけ、パーティー、パーティー感すごい。あ、かわいい、かわいい。クロミちゃんイメージないからレアでいいよね。いや、すごいバカンス感出る持ち方。セレブ、セレブ感すごい。いいね、いいね。歩いてない。ラスト1枚だけ飲みかけたい。あ、右の髪の毛。右の髪の毛。ありがとう。みんなすごい、右の髪の毛え、めっちゃ似合うんだけど。似合う。似合う。かわいい。おめでとう。すぐ乗ってきたな。乗ってきたな。ありがとうございました。ありがとうございました。ニュースマイルを届けて。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。いくよ。アイチーズ。いいね、いいね。アイチーズ。あご。いいよ。あごいいよ。アイチーズ。かわいいよ。え、誰かポーザー。じゃあ。なんか風船持ってみる。そのまま。え、ちっちゃい子は、ちっちゃい子、ちっちゃい子、確かに使ってない、まだちっちゃい子、あった、あ、オッケーオッケー、最高最高、キラキラ。あと50枚、あとツーショット、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 あと2テイク、うん、ハイチーズ、かわいいね、ハイチーズ、かわいい。なんかさ、雪の中の女の子って感じね、かわいい。ありがとうございます。いいよ、リボンまだ持ってないんじゃない？ぽい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 。あ、いいよいいよ、ピンクのリボンぽいよ。うん、ぽい。そうね、そっちのリボンって感じする、赤よりも。あ、そうそう、いいよ、そっちの方がいい。めっちゃいい、バカぽい、いいよ、あったよ、かわいいよ、いいよ、あ、いいね、いいね。やっぱプロだよ、リカちゃん。自分でね、ポーズをね、考えてくれる、助かる。はい、行きます。あ、いいね、チーズ、乃木恋だからさ。そうだよ、そうそうだそうだ。そこでラスト、I love you って言って終わって。すごいリクエストした今、よくから急に何個はい、話もやってる。本当にこれさ、余計なこと言うなよ。恥ずかしい人みたいなの。確かに、約束ね、だからいいよ。小声でせーなって言ってくれてるから聞いてあげてよ。いいよ、もう一回見てちゃう。いいね、私もやってよ。こもってたよ。ありがとうございます。可愛い。え、めっちゃよくない？え、いい、いい。似合う、似合う。笑ってる、可愛い。可愛い。待って、可愛い。待ってよ。超可愛いよ。リボンしよっかな。リボンちゃんまだ誰もこれ持ってない。似合うよ、絶対に。リボンしないからね、普段から。だよね、したよね。わかる。リボンちゃん、可愛い。え、え、かわいい、うん、かわいい。これってさ、合ってる、かわいい、うん、合ってる、あ、あ、うん、似合う、似合う、いい、いい、超かわいいです、超かわいいです。笑ってる、かわいい、好きだね、リュウちゃん、かわいい、かわいいね、あれ、すごいかわいいよ。すごい撮るじゃん、やめて、あれ、すごい撮るじゃん。違うんだ、なんかさ、決めてない時のね、奈緒ちゃんのね、照れた顔が好き。わかる、わかる、奈緒ちゃんの照れた顔と、すごい笑顔が好き。はい、オッケーでーす。いやー、もうこれダメだね。可愛いね。やりなさい。照れてる、可愛いね。え、可愛い。いいね、いいね。よいよいよ。まずシンプル。
うん、そんな。もうちょい顎引いて。もうちょっと楽しそうでしょ。え、かわいい。あ、歯見せてもらっていいよ。いや、なんか、お、今めちゃくちゃ可愛いにしようとしてるでしょ。そうだよ。あ、かわいい。あ、もうちょっと、うん、あ、じゃあ頭の正面に持ってこよう。後ろも。うん、マスク。あ、最高。はい、最高。いい気がする。絶対体育に座ってる女の子好き。あ、最高。わかるか。あ、めっちゃ可愛い。もう上にしてる女の子好き。あ、分かった。めっちゃ可愛い。めっちゃここにいる。どっち？ちょっと。アイラブ中点で。せーの。せーの。それ笑ってないですね。本当にね、笑っちゃうんだってね。いいよ、アイラブ言って。アイラブユー。かわいい。かわいい。待って、最後撮らせて。はい、最高です。ありがとうございます。はい、最高です。よきよき。さあ、無事にみんな撮り終えましたけど、どうでしたか？みんな上手かった。みんな上手だった ね、 ね、 そうだね。すごい上手。やっぱりさ、自分がこう撮ってほしいっていうのがあるから、うん、みんなもみんなの可愛い、ここを撮ったらこう撮ったら可愛いんじゃないかなっていうのが分かるんだよ、うん、多分、うん、可愛かったね。みんなこのバルーンとか持って ね、めっちゃパーティーみたいな、うんうん、持つことないもんね、普段街歩いてて、うんうん、街歩いてて ないよね。だからさ、すごい嬉しかったよね、今回、うん。はい、それでは今日撮った写真の中から1枚をカードにして皆さんにプレゼントいたします。うん、ね、皆さんにもらっていただけると嬉しいね。嬉しい。1枚ってすごい厳選だね。ね、そうだね、めっちゃね、これあるよ、撮れる欲しいのめっちゃあるから ね、撮ってて撮り足りなかったもん。とてもちょっと足りなかった。いや、これはね、レアですからね。めちゃめちゃレアですね。本当に皆さんぜひゲットしてください、うん、はい、はい、ということで今回の乃木恋5周年チャンネルはここまでです。次回の配信をお楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。